とんでもない作品始まりました。アケビちゃんのセーラー服。明日じゃないよ。アケビだよ。ということでね。えー、新アニメ、アケビちゃんのセーラー服が始まりました。これ、すごかったですね。いや、すっげえ変態アニメ始まったぜ。やったぜって感じだったんですけれども。あのー、とにかく、なんか色々なフェティシズムが詰まってるアニメでしたね。 まあお話的には、主人公のコミッちゃんが憧れのセーラー服に袖を通して、これからの中学生活に希望を膨らませているっていうところの第一話だったんですけれども、このアニメの良かったところって、そのシナリオ的な、そのお話の面白さっていうところではなくて、絵的な凄さだったんですよね。すごい圧倒されるというか、息を飲むっていう感じだったんですね。とにかく、頭のてっぺんから足の先まですごい繊細に描かれていまして、それを動きとしてしっかり動かしていたところがすごい良かったんです。 良かったたなと思いましたね、うん、この中学生っていう結構その体が柔らかくってこのシナリがあるみたいな動きができるこの年代だからこそすごいあの大胆な動きとかもすごい取り入れられていって、まあ、ダイナミックに絵を動かすところもあればすごい繊細にこの性質の中ねこの。 教室の中でね、なんか最後、爪を切るみたいな少女が描かれていくんですけれども、まあ、そういうすごい性質なシーンとかもあったりと、すごい関係がある作画で見ていてすごい面白かったですね。うん。それって何フェチなんですかっていうね、いろんなフェチが詰まっておりまして、ま制、あ、作人はすげえ変態の集まりなんだろうなっていう、褒め言葉ですよ。まあそういうのがありましたね。うん。その、やっぱ可愛いと綺麗っていうのがあって、これは綺麗に分類されると思うんですけれども、綺麗に行けば行くほど、その 線が細くなってそのフェチッケが強くなっていくと思うんですよねその反対に行っていくのがまあ、デフォルメで可愛らしいキャラいわゆるキララとかそういう方になっていくんですけれども、まあ、この作品は美しくねとにかくフェチッケが強く一つ一つの動作の切り抜きがやばいなって思いましたはいということでね1話の中でもなんかいろんな新しいものが開発されていくような感覚があったんですけれどもね皆さんどうでしたが個人的にアキビーちゃんのセーラー服かなりダークホースなんじゃないかなって思っておりますということで、まあ、今回そんな感じでございましたまぜ、あ、ひともね皆さんの感 などありましたらコメント欄にお書きくださいそれではまた